皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校1年生国語、知らせたいな、見せたいなの3時間目の内容です。今日も頑張って勉強していきましょう。教科書の20ページを開きましょう。開けましたか？今日の課題は、書いた文章を確かめようです。今日の学習です。まず、2時間目に書いた文章を読み返します。次に、書いた文章に間違いがないか確かめましょう。最後に、書いた文章をお家の人に読んでもらいましょう。では、2時間目に書いた文章を読み返してみましょう。読み返すときのポイントです。1つ目は、知らせたいことがまとまって書いてあるでしょうか。次に、書いた文で読みづらい文はないでしょうか。この2点に気をつけながら読み返してみましょう。ここで動画を止めましょう。書いた文章を読み終わったら動画を再生してください。次に、文を確かめる練習をしていきましょう。まずは、この文を見てください。何かおかしいですね。わかりますか？そうですね。文の終わりに丸がないのですね。文の終わりには丸がついているか確かめましょう。次の文はどうでしょうか？気づきましたか？そうですね。点があった方がこの文は読みやすいですね。文を確かめるときには、点をつけた方が良いところはないかを確かめましょう。では、次の文はどうでしょうか？気づきましたか？そうですね。けはの、わのところが違いますね。間違いやすいところですが、はやを、へを正しく使えているかを確かめてください。では、これから自分で書いた文章に間違いがないか確かめていきましょう。書いた文章を確かめるポイントです。一つ目は、文の終わりに丸はついているでしょうか。二つ目は、点をつけた方が良いところはないでしょうか。三つ目は、はやを、へを正しく使っているでしょうか。そして、四つ目は、字は丁寧に書いているでしょうか。ここで動画を止めましょう。4つのポイントに注意しながら、自分で書いた文章を確かめたら、動画を再生してください。最後に、
自分で書いた文章をもう一度声に出して読んでみましょう。間違いがないか確かめられたら、知らせたいことの文章をお家の人に読んでもらいましょう。ここで動画を止めましょう。お家の人に自分で書いた文章を読んでもらったら、動画を再生してください。書いた文章の感想をお家の人にもらってもいいですね。今日の学習の振り返りです。書いた文章に間違いがないか確かめることができたでしょうか。今日の学習で分かったことや楽しかったことをお家の人にお話ししましょう。これで小学校1年生国語、知らせたいな、見せたいなの3時間目の内容を終わりにします。今日もよく頑張りましたね。